いつだって一度は道に迷わなければ自分の答えにたどり着けない。誰だお前。俺は本田克也と言います。第一印象は変な教師だった。抜け出しましょう一緒に。寂しいと言ってないた君はとても人間らしくて。克也、私もう十分だから。とても好きだと思ったから俺を選べ、京子。